やっぱ本物の警察みたいにうまくはいかんね。一日中歩き回ったけど、大した収穫はなし。私も同じ。真犯人どころか、事件に関する話自体、全然出てこなかった感じ。右に同じ。てか私の場合、こっちが質問攻めで全然本題に入れないんだもん。死ぬほど面倒だった。はぁ、こんな狭い町で誰にも見られてないとか、犯人どんだけ巧妙なわけ？どうする？とりあえず、肉丼一つ。そうじゃねえだろ。けどまあ、食べてからにするか。俺、カニ玉チャーハン。じゃあ俺は、チャーシュー麺倍盛り。さてと、お腹も膨れたところでさ、みんなが聞いてきた情報、少なくてもとりあえず交換しとこう。で、まとめると、新しい情報は特になし。以上？最初の2件について警察は、初動の聞き込みに異例なほどの人数を割いてました。それでもこぼしたような情報を半年以上も過ぎて拾うというのはやはり難しいですね。まず不審者の目撃証言がない。小西さんはともかく山野アナには熱狂的なファンもいたようですが、状況は同じです。てか聞いても聞いてもそっちのけで、どいつもこの霧のことばっか言いやがる。あと真夜中テレビのことばっかり。クマのことは聞いてみたけど誰も知らなかった。もう本当どこ行ったんだろう。ナオトの方は何かないわけ？新しい推理とか。新情報まるでなしとなるとどうにも。ですがこの町のどこかに全ての条件を満たす人物が必ずいるはずです。小西さんと山野アナの二人と何らか接点があって、しかも僕たちの行動をある程度継続的に把握することができて、何より先輩の自宅に怪しまれずに近づけた人物。ちょっと考え直してきます。雪だ。道理で冷えるはずですね。さっぴー。でも確かにこっちのが頭が冴えて推理も働く気がするな。あ、もしかして雪か？こんだけ霧が濃いとせっかくの雪も紛れちまってよく見えないな。どうした？
あの人がどうかしたのか。足立刑事ですか。確かに警察関係者というのも一つの考え方ですね。目撃証言が不自然に少ないことの説明もつく。生ためのトラックが証言に出なかったのと同じです。こんな小さい町じゃ、いろんな人に私的に顔知れてたりもすんだろうしな。まして、肩書きが刑事じゃ、怪しい人物としては浮かんでこねえな。あるいはそれを利用すれば、情報を隠すことだって可能かもしれません。そっか。聞いてると一応ありだな。けど、ってことはつまり足立さんかもってこと？足立だぜ？絵に描いたみたいなあのヘタレ刑事だぜ？俺たち本当に真相に近づいてる？実はその足立刑事についてですが、なんというか、実は以前から何かがどうも引っかかってて。引っかかる？ただの気のせいかもしれないし、何とも言えな。クシュン。いやー、寒い。もう十分冷えたよな。中戻ろうぜ。足立さん？そんな、だってあの人、山野アナの身辺警護だって言って。まさか来ていたんですか、山野アナの宿泊中に。山野さんがうちに泊まってた時、マスコミが宿まで押しかけたの。その時足立さんが身辺警護って来て、有名人は大変だって中井さんが話してた。身辺警護？宿泊はしなかったんですね。足立さん、山野アナのこと知ってたのかな。山野アナのことは分かんねえけど、あいつに声かけられた女、クラスにいるらしいぜ。昼間聞いたんすよ。ま、警察なんざあんなもんって思ってたし、関係ねえって思ってたんすけど。山野さんの死体発見者である小西さんにも、足立刑事は何度も聴取しています。情報が少ないゆえだと聞いてますが、アリバイの固い発見者を何度も聴取するというのも不自然ですね。他に目的があったとか。それが二人と足立さんを結ぶ線。考えてみりゃ、足立さんと俺らって結構いろんなとこで会ってるよな。その度言い過ぎちゃったとかって警察の内情話してたけど、あれって俺たちを踊らせるためだったとか。脅迫状だって簡単にポストに入れられる。っていうか証拠隠滅もできるよね。じゃあ本当に足立さん。とにかくあくまで可能性に過ぎませんし、すぐに確認した方がいいですね。どうもお世話になってます、白金です。事件のことで少し気になることがあるので、足立刑事と連絡が取りたいんですが。え、搬送これから。あ、はい、どうも。足立刑事は生ための搬送準備で病院に行っているそうです。すぐに向かいましょう。あれ、君たちなんでこんなとこに。そうだ、堂島さん知らない？病室から抜け出したって言われて。
くら釘刺してもすぐどっか行っちゃうんだから。やれやれ、生ための搬送も終わったし、これで帰れるはずだったんだけどな。搬送終わったんですか？前から思ってましたけど、ずいぶん急ぐんですね。え？ああ、だってほら、堂島さんや奈々子ちゃんとこのまま一緒じゃさ。君たちだってその方が良かったろ？それより君たちこそ何しに？奈々子ちゃんの病室はこっちじゃないよ。堂島さん来ないうちに帰った方が良くない？また捕まっちゃうよ。足立、七ためはどうした？なんだか今日はえらく騒がしかったが。堂島さん、こんなとこで何やってんですか？生ためならもう搬送しましたよ。報告しようと思って探してたのに。搬送しただ？おい、誰がいいと言った？奴にはまだ聞きたいことが残ってんだ。堂島さん、勘弁してくださいよ。最初の2件の殺しが引っかかるんだ。奴は動機もいまいちだし、アリバイも固かったはずだ。証言で埋まった穴も多いが、そこだけは未だに引っかかる。まった刑事の勘ですか？でももう搬送しちゃったし、僕に迫られても困りますよ。君たちもさ、いい加減もう帰ってよ。警察の仕事の邪魔になるからさ。なんだよ、今日に限ってバカに仕事熱心じゃないか。嫌だな。僕はいつだってちゃんとやってますよ。堂島さんも自分の仕事してくださいよ。おとなしく怪我を治すって仕事をね。お前ら、こんなところで何してる？確かめたいことがあってきたんです、足立さんに。山野真由美が消えた時のこと？消えた時って言われても、なんとも。見てたわけじゃないし、何ヶ月も前のことだし、急に思い出せって言われてもな。聴取？そりゃしたよ。遺体の第一発見者だからね。まあでも彼女何も知らなかったから、1、2回ちょっと話を聞いただけだよ。聞きたいことってそれかい？どうしたの一体？脅迫状？彼の家に届いたものです。今は警察に渡っているはずですよね。いや、よく覚えてないけど。おい、覚えてないだ？あれは鑑識と組んで調べるようにってお前に渡しただろう。忘れたのか？あ、すいません。あの後すぐ堂島さん事故ったりして慌ただしくなったもんで、つい。それにあんなのただのいたずらでしょ？なんすか、急に質問攻めにして。なんなのこの雰囲気は。もう堂島さん、そろそろ病室戻ってくださいよ。そんなんだから怪我治んないんですって。君たちもとっとと帰りなさい。だいたい今何時だと思ってるんだ。じゃ、僕は戻りますよ。署に戻って報告しなきゃならないんで。その前に最後の確認をさせてください。最初に殺された二人は実は生ための仕業じゃないとはっきり分かったんです。別の誰かが殺したんだ。
足立さん、知りませんか？何を言ってるのか意味がよく。てめえなんじゃねえかって言ってんだよ。バカ言うな。そんなの生ためが全部入れたに決まってるだろ。今なんて。全部入れた？入れたとか入れないとかってのは何の話だ。お前、手口について何か知ってるのか？まさか、この前のテレビがどうとかってあの話。そうか。今わかりました。足立さん、実は僕は過去のあなたの言動の何かがずっと引っかかっていたんです。何とはわからなかったが、違和感があった。堂島さんの事故現場で、僕が生ための日記を読んだ時のこと、覚えてますか？未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者も書かれてる、と僕が言った時。足立さん、あなたはこう言ったんだ。すごい、そりゃ決まりだね、って。何が決まりなんですか？あの時警察はまだ、事件に未遂のケースがあったなんて知りもしなかった。おかしいじゃないですか。しかも数日消息がつかめないなんて無数にあることだ。なのに僕が読み上げた名前に異論が出ないのもおかしい。答えてください、足立刑事。知らないよ！忙しいって言ってるでしょ！待ちやがれ、オラ！アダチ！くそ。アダチ！おかしいな。確かにこっちへ逃げたはずなのに。畜生、どこへ消えやがったんだ？いたか。警備室に問い合わせた。誰も私を見てないし、出入りの記録もない。この病棟からは出てないはずだ。必ずまだその辺にいる。ここから出てない？探したけどどこにも。堂島さん、まったくあなたって人は。すまん、ちょっと動きすぎた。直す気あるの？これ以上やったら交渉残りますよ。この前も大変だったの忘れたの？そうだったな、すまん。頼む、足立を見つけてくれ。このままってわけにはいかない。病棟から出てないってまさかとは思うけど。うん、多分そうだと思う。だって犯人なら入れるはずでしょ。こっから中に入ったってこと？逃げた方全部見て回ったからな。狭いし見逃さねえよ。相当追い詰められてましたから中へ逃げ込んだ可能性もあるでしょう。でもこれでもし中にいるとなれば逆に動かぬ証拠です。やろう、マジかよ。でどうするんすか？ここから入るのは無茶だと思う。このテレビ使ったって確証まではないし、どこに出るかわからないもん。いつも通り昼にジュネスから行こう。大丈夫、万全にしてけばあんなヘタレ男一撃だって。
してここに先生が。そうクマか。不思議なこともあるクマね。クマは本当にわからないことだらけクマ。だけど気づいたクマよ。クマは今まで自分が誰なのかずっと考えてきた。けど見つからなかった。おお、最初から誰でもなかったクマ。あっちの世界には人間、こっちの世界にはシャドウ。最初からそれだけクマ。クマはあの世界にいた、ただのシャドウだったんだクマ。先生はいつも優しいクマね。気づいたクマよ。あの日、病院でクマはやっぱり何もできないんだって。そう思った途端、意識が遠くなって、気づいたら霧の中だったクマ。シャドウは人間の世界にはいられない。いちゃいけないクマ。どこまで歩いても何もなくて、もうどこにも行けないって思ったとき、車の音が聞こえた。そしたらここに、いろいろなことを思い出したクマ。クマの世界は人の心が影響する世界。その世界で生きているうちに、ある時、一匹のシャドウに人の気持ちが芽生えたクマ。でも、人とシャドウは全く違う存在。だから、そいつは自分がシャドウってこと自分で忘れたクマ。忘れたくて、人に好きって思われたくて。だからこんな格好になったんだクマ。ほんと頭が悪いクマね。前にもう一人のクマが言ったこと、結局あれが本当だったクマ。探したって誰でもない。自分なんて最初からなくて、人に好かれるためだけの格好だけつけたただの影。忘れていればよかったのに、思い出しちゃったクマよ。きっとクマはもうすぐただのシャドウに戻ってしまうクマ。そうだ先生、いつか天国のナナちゃんに謝っておいてほしいクマ。クマ、何もできなくてごめん。ごめんなさいって。え、本当？奈々ちゃんが。そうクマか。よかった。本当よかったクマ。それだけ聞けてよかった。安心したらなんか眠くなってきちゃった。ここは不思議な場所クマね。なんか落ち着くっていうか。クマの世界とも違う。何か少し懐かしい感じがするクマ。もしかしてここは先生の夢の世界クマか。でもクマはどうしてここで先生と出会ったんだろう。クマこれからどうしたら。でも何をどう探せばいいかわからないクマよ。クマの頭じゃ考えてもわからないことだらけ。でも、一個だけわかったクマ。クマ、先生に会えてよかった。
ももう行かなくちゃ。ここはきっと先生の居場所は、クマがいていいところじゃないみたい。さよなら、先生。あなたがここに迎え入れたものは言葉だけではなかったようですが、ここは育むべき自我を持つお客人のための部屋。自我から離れた片割れでしかないシャドウなど近寄るべくもない場所。止まってしまった一つの石が水の力に動かされ再び流れの中へと戻る。大変興味深い。そろそろ出発するといたしましょう。車はまだ旅路の途中、ここに長居は無用でしょうからな。マーガレット、準備が整いました。発車いたします。やはりあなたは見込み通りの素晴らしいお客人のようだ。さあお戻りなさい。私も一層楽しみになってまいりました。ではまたのご利用をお待ちしております。どうでした？クマ君、いましたか？いないし、誰も見てないって。もうバカ、ほんとクマなんだから。事件山場だってのに。仕方ありません。今はとにかく足立を追いましょう。前より全然ひどいね。何これ、どこもかしこも前に来た時よりずっと嫌な感じ。急いだ方がいいかも。ちょっと待ってて、足立のやつ探してみる。俺らの世界もこっちもどっちも変になってるってことか。外の霧にもこのメガネ効くんだもん。普通じゃないよ。霧のせいで具合悪くなったって人結構増えてるみたいだし、これからどうなるのかな。いる、足立、こっち側にいる。マジか、どっちだ方角。待って、やはり自分からテレビの中に。決まりですね。この事件を引き起こした張本人は彼と見て間違いないでしょう。彼を捕まえればこの世界の謎も事件の謎もきっと解けていくはずです。じゃあクマ君の生まれのことなんかもなんかわかるかもしれないね。ったく、こんな時にあいつ。クマはこっちにもいない。ダメ、足立もいるのはわかるけど足取りうまくつかめない。もうクマ、この肝心な時になんでいないのよ。ここは、そっか、結局戻ってきたんだ。ここにいたってクマ何の役にも立たないのに。ナナちゃん、ごめんなさい。クマ、クマさん？やっぱりクマさんだ。声聞こえたよ。頑張れって。お兄ちゃんたちの
声も。ナナちゃん、待ってて、すぐお医者さん呼んでくる。また眠ってしまったようですね。あのナナちゃん、さっき僕の声が聞こえたって。頑張れって。あの時奇跡的に持ち直したのは君やみんなの声が届いたからかもね。意識がなくても声は聞こえているものだから。僕やみんなの声、みんな。とにかく彼女の症状は原因も何もかもよくわからないことだらけでね。もちろん最善は尽くしているけれど、今のところ具体的なことは不明としか。不明。それじゃあまた何かあったら。もしクマが不明な存在ならどんな風に変われるのかも不明。それならクマが自分で不明じゃなくしていけばいいんだ。ナナちゃん頑張ってる。きっとみんなも今頃頑張ってる。僕はただのシャドウだけど、僕の声でナナちゃんも元気出してくれた。シャドウだからってなんだ。僕にもできることがきっとまだある。考えることやめちゃダメだ。だからここに戻ってきたんだよね、ナナちゃん。ところへ戻らなきゃ。頑張るクマよ、ナナちゃん。またすぐ来るから。ダメ、分かるの相変わらず気配だけ。足立の場所は分からない。リセちゃん、クマがいたらな。あいつもう鼻効かねえんじゃなかったか。探知の役に立つんか。立たないけど、なんだかんだ言って支えてくれるっていうかさ。騒がしいけど明るくなれるね。いつでも底抜けっていうかさ。楽観的ででもいつでも前向きでしたよね。大丈夫、ちょっとふらついただけ。霧がすごくてどうしても見通せない。今日はもうやめとこう、倒れたらやばいもん。久慈川さんが消耗しては仮に場所が分かってもまともに戦えません。夜も近づいてきています。一旦外に出ましょう。そう、ここまで来て立ち往生かよ。あそこにいんの分かってるのに。何よ、私の力全然役に立たないじゃん。クマ、お前どこに行ってたんだよ。ごめんクマ。バカ大遅刻よ。どんな大御所よ。リセちゃん、嘘泣き。バカ。ごめんクマ。また一緒に頑張らせてほしいクマ。
世話焼かせやがってこの熊子、今までどこほっつき歩いてたんだよ。ごめん、熊。熊、いろいろわかったんだ。自分のこと、あの世界のこと、みんなに聞いてほしい、熊。シャドウって、あの、私たちが戦ってるやつと同じってこと？みんなが知ってる通りのやつだ、クマ。シャドウは抑圧された人間の精神そのもの。誰の中にもあるもの、クマ。けど、お前はシャドウなのに、俺たちを襲わなかったじゃんか。あの中を平和にしたいって、確か初めからずっと言ってたよな。きっと、クマ結局、特別な意味も力もない、ただのシャドウだったんだ、クマ。クマの世界を平和にしたいと思って今までやってきたけど、それどころか、こっちの世界にまでおかしな霧が溢れちゃった。ごめん、ごめんなさい、クマ。クマの力がもっとすごいものだったら。いいっての、別に。だいたい初めっからお前に特に期待とかしてないっつの。今さらシャドウだったとか言われても、やっぱそれ系だったのかみたいな感じだし。え？なにそれ？こっちは真剣に告白してるのに、やっぱそれ系ってどういうこと、クマか？普通こんなプリティなクマがシャドウなんて思わないでしょうが。つうか、シャドウだとなんか問題あんのか。確かに君はシャドウとして生まれたのかもしれないけれど、君にはもうペルソナの力がある。シャドウとは抑圧下の力であり、自我がそれを制御することでペルソナともなる。なら今の君にはちゃんと自我があるということじゃないんですか。自我がシャドウを制御するか、シャドウに自我が芽生えるか。多分、僕らと順序が違っただけじゃないのかな。なんだ、じゃあクマくんってもう人間と同じなんじゃん。クマが人間と同じ？自分が何者なのか考え続けてるのって、俺たちと同じだろ。で、大した力もなく、特別な存在でもない。それも、俺たちと同じだ。ありがとう、クマ。みんなに会えてよかった、クマ。ま、俺らもともと微妙にはみ出してる顔ぶれの集まりだし、お前もその一人ってことだな。誰がはみ出し者ですか。先輩だけでしょ。あのな、探偵やアイドルの言うセリフかよ。ったく、お前もいつまでも泣いてんなっつの。それどころじゃねえんだから。お前のいない間に真犯人が分かったんだ。山のアナと先輩を殺したのは足立だ。ええー、足立、あのずっこけでか。ほへえ、気づかなかった。クマ、クマったら節穴さんね。ほにゃにょ、けどみんながよく知ってる人間なのに見つからないとなると、クマにもちょっと。言ったろ、お前にそんなのは期待してねえっての。んなことよりどうも盛り上がんねえんだよ。ふさふさしたのがいねえとな。いないとやだ。おい、みんなありがとう、クマ。よし、これで全員揃ったことだし、明日から仕切り直しだな。クマも久々に頑張って探す、
熊よ。どんと魔界師と熊。